22、3歳でニューヨークに渡って、それからまあどん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 マリファナ、LSD、その後コカインだね。で最後にキングオブドラッグと呼ばれるヘロインにハマっていくわけですね。ちょっと分かんない人に説明すると、アッパー系とダウナー系っていうのがあるんですね、ドラッグにはね。それで、マーシーのやってた、ほとんどの日本の薬物の人はアッパー系のシャブというのをやります。これをやるともう頭がカキーンってなると、私はスーパーマンみたいな感じになって、もうすごい全能感に満ち溢れて、まあ苦痛も忘れ疲れも忘れで、セックスの体感すごく上がるっていうね。でまあもう打ち続けないとそのハイな状態にも戻れないから、もう次々に打ち続けるわけですね。で、あのさっきのギャグ、あのマーシーのギャグで炙り、あの焼肉の炙りって言われたけど、あれ分かんない人は、要するにアルミのこういうアルミ箔の上に置いた結晶をライターで炙るっていうのは炙りっていうんですね。でそれで鼻から吸うこともできます、軽いユーザーの場合は。でもヘビーユーザーなど必ず注射器になりますね。でこっちがアッパー系の、まあ、シャブです。これは人工的なケミカルで作られてます。でダウナー系の代表っていうのがヘロインなんですね。で逆にヘロインっていうのはもう安らぎの境地、もうブッダが到達したニルバーナのような、もうプールに一人ポカーンって浮かんでるような、もう何も恐れるものはない、何の恐怖も苦痛も何にもない、もう本当にもう天国のような、行ったことないから分かんないけど、そう、要するにあれと同じです。ダウナー系なんですが、鎮痛剤、なんだっけ、あれモルフィネ、うん、あのうちのおふくろもがんの時にね、痛みを止めるために使うモルフィネとか、アヘン戦争って言って、アヘンっていうのもみんなこのアヘンを生成するとモルフィネになり、さらに生成するとヘロインになるっていうね、全部ケシの花でできています、こっちはね。だからどん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 あの生成すればするほどそれが強くなっていきます。で中毒性も増していきます。 だって中国一国がアヘンでイギリスに乗っ取られちゃうぐらいだからね、そのぐらいにね、どんな人もやめられなくなっちゃうわけですね。で、あの俺の場合は、コカインの売人をしながらその得た収入でヘロインを買うという、両方天秤にかけたみたいな感じ。ってことはその両方を打つという禁断の技がありまして、スピードボールっていうんだけど、ダウナーとアッパーを同時に打つとどうなるかっていうと、もうこれは死のジェットコースターと言われて死にます。あ、うん、で臨死体験して泡吹いて倒れて、もう一日中意識失って、で、まあ、生死の間をさまよって、その間にはっきり出たもうこれは明晰以上の臨死体験を未だに覚えてるんですけどね。そのトンネルをくぐっていくトンネルビジョン、そのトンネルさえもなんていうかな、こう最初ぬるぬるしてあったかくて、触るとなんかこうベタベタするようなトンネルなのに、そこを歩いていくと向こう側に針でついたような小さな光があって、そこがだん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 近づくにつれ広がっていくわけですよ。で広がっていくと、子供の頃遊んだ河原の風景に出会うんですね。俺は栃木県の日光市のダイヤ川という川からもう歩いて1分ぐらいのところに住んでて、子供の頃ずっとその河原で遊んでたんです。その懐かしい自分が居心地のいい風景に出るそうです。で俺も同じようにその風景に出て、そうするとね、なんかこう眩しい、トンネルを出た瞬間にものすごい眩しい光の世界に出るわけ、暗闇のトンネルから。そうするとね、さらに眩しい光が、ね、近づいてくるんですね。でそれはまあいろんな宗教によってキリストだったらキリストの形したり、ブッダの形したり、いろんな風に見えるんだけど、まあ、俺自身は無宗教だし、なんか人のような感じはするけど、まあ、見た目はただの眩しい光、そんなのに話しかけてくるわけ、テレパシーのように。で、シャイニングソウルというね、最初に1曲目に歌ったみかんが歌った歌を、その時の歌なんですね。でその時に、お前の人生はどうだったと、自分で評価してみろみたいな感じで言われるんです。で決して閻魔大王みたいな怖い存在ではなく、優しい感じで、その人の意見はその
まあ、マスターって俺は呼んでるんだけど、まあ、ハイヤーセルフ、自分自身のハイヤーセルフかもしれないし、まあ、自分よりもはるかにあの位の高い魂だなっていうのはひしひしとわかるんですね。で、そのマスターが補助役だろうね、問いかけてくるわけですよ。お前の人生どうだったと。で、一瞬のうちに回想するんだけど、それまでの回想ってその自分の頃、あの子供の生まれた頃からね、一瞬のうちに回想するわけで、暴力親父、修羅の親父の暴力現場とか、それどれだけ悲しかったり、足の裏にガラスの破片を刺しながら、妹と一緒に親戚のところに逃げていったりとか、そして、5歳の時におふくろが家を出て5歳の子供で、暴力親父のもとに置き去られた記憶とか、でそれからまあいろんなあの記憶からニューヨークに渡り、今度売人になって俺が売ったドラッグでどれだけたくさんの人が苦しい